こんにちは、マースケチャンネルです。今回はですね、ちょうど、1週間前に、発表されました、このね、大変な事態 のコロナの影響で、他に移したりもしくは自分が移ったり、しないためにも活動を自粛してくださいということで、地元でもね、毎朝朝昼晩と3回不要不急の外出を控えましょうというね、放送が流れてますけれども、自分もね、なるべく外に 出ないために、家でね、じゃあお絵かきでもして過ごそうということで、なんかね、いいネタないかなと考えて、前回まで水彩画をしてましたけれども、それだとね、いいとこ本当3日4日で終わってしまいますので、なるべく時間のかかるお絵かきに挑戦しようと思いまして、また色鉛筆で、お絵かきしようと、思いました。でトータルですね、今日にちを計算してみたら9日間、ゆっくりのんびりね、まったり書きましたので、9日間も時間かかってしまったんですけれども、時間潰しにね、良かったなと思います。で今回描いてみたのは、乃木坂46の3期生の久保史緒里さんと、それから新しくね、キャプテンになりました秋元真夏さん、この2人はね、何度か俺のお絵描きで描きましたけれども、描きやすいのでね、あんまりね、失敗しない2人ではありますけれども、2人同時に描くっていうのがまず大変なのと、今回帽子にもね、こう柄がついてたりとか、あと新しいね、衣装もね、見慣れないので、ちょっとね、難しいなと思いましたけれども、このめんどくさいね、そして難しい絵に挑戦すれば、時間も潰れるだろうということで、頑張って描きました。ということで、まずは下書きですね。下書き終わりましたら、色を塗っていきます。はい、まず最初、今回ちょっとね、今まで使ってた色辞典シリーズの色鉛筆がちょっと切らしてましたので、トンボの鉛筆の薄橙、昔はね、肌色って言ってました。それで、まず下地塗りをしました。はい、次。早くもね、ちょっと色もついてますけれども、薄橙で下地塗りが終わりましたら、今度は色辞典シリーズのシェルピング、これはね、ありますので、シェルピンクで濃い色の方を重ねまして、唇の方はまた下地塗りで重い色を塗っておきます。次、さらにね、顔全体シェルピンクで濃くしていきます。影になっている部分、例えば、鼻の脇ですとか、顎の部分とか濃くなっている部分をどんどんね、シェルピンクで色を重ねて濃くしていきます。それから手も変えていきます。で唇は桃色で下地塗りした上から、薄紅色で、濃くしていきます。はい、次もう一人ね、秋元真夏さんの方も同じように薄橙の上からシェルピンク、それからね、こっちはちょっと、アイシャドウなんですかね、ちょっと濃く見えたので、茶色で、影をつけておきます。はい、次にこの辺でちょっと髪の毛もね、下地塗りしようと思いまして、黒髪の久保史緒里さんの方は下地塗りに、水色、その上からちょっと黒で軽く、あたりをつけておきます。秋元真夏さんは、濃いめの茶髪な感じなので、下地塗りは、山吹色を塗っておきます。はい、次、今回ね、ベレー帽といいますか、帽子か、2人ともね、帽子をかぶってますので、帽子も下地塗りですね。久保史緒里さんの方の帽子は、同じように薄橙、秋元真夏さんの方の帽子は、灰色を使います。衣装の方はですね、今回特別な色でね、
僕も持ってましたけれども、色辞典シリーズのオイルイエローというね、なんていうんですか、黄土色に近い色を、持ったので、それで塗ってみました。はい、ちょっとこの辺から今度は下地塗りが終わりまして、濃くしていく作業です。で、顔の方もね、両二人とも薄だいだい、それからシェルピンクで下地塗り終わりましたら、まあ、の茶色で、影をつけておきます。それから、こちら、薄だいだいで下地塗り終わりましたこちらの帽子はさらに茶色で、模様ですね、これ千鳥格子ですね、千鳥格子の模様を描きました。こちらはまた下地塗り段階なんですけども、帽子の方は灰色で、髪の毛の方は山吹色の上に、赤茶色、それから茶色で、色を塗っておきます。もう、ね、だいぶねほぼできてきたんですけれども、先ほど言いました色をですね、さらに何度も何度も重ねて、濃くしていきます。それからあとよ、まあ、見てね分かると思いますが、花の頭、花頭なんかは消しゴムで消して、花の高さを表現しまして、光が当たっている部分も表現します。はい、そして仕上げ、これ仕上げかな、はい、これ仕上げですね、はい、これが完成です。はい、トータル9日間かかって、描いたお絵描きなんですけれども、まあ、いいね、時間つぶし、暇つぶしになりました。まあ、今回ね、2人書いて、しかもちょっと色鉛筆でこう面倒くさいなと思いながらやってた部分もありますので、次のネタ、次回のお絵描きはもっと楽しいね、お絵描きにしようかなというふうにちょっと頭の中で、構想があります。まあ、何を描くかは、まあ、書いて見てからのお楽しみということでね、今回はの色鉛筆の説明は、ここで終わりにさせていただきたいと思います。ということで、この、動画が万が一面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。